はい、ラクダ不動産の村田と申します。どうぞよろしくお願いします。今日のテーマはこちらになります。囲い込み営業についてというところで、両手片手、いろんな取引の仕方がある。その2つなんですけども、両手っていうのは、売主さんから3%もらって、買い主さんからも3%、両方から仲介手数料2つもらえる、6%もらえるっていうやり方なんですけども、どの営業マンもこれをまず目指そうとしてるんですが、その両手の弊害として、囲い込みっていうのがあります。両手を達成するために囲い込みっていうのをするっていうことなんですけども、今日はその囲い込みについて、囲い込みっていうのがどういったものなのか、その話をしたいと思います。囲い込みは非常に良くない、ダメなやり方になりますので、しっかりこれを見ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。で、まず囲い込みについてなんですけど、囲い込みってどういうことかって言いますと、先ほど少しお話ししましたが、6%営業マンってほとんどの営業マンもらいたいんですね。そうしますと、6%っていうのは売主さんから3%、これはもう確定してます、ご売却した時で。買い主さんを自分で連れてくると、買い主さんからももらえます。で、6%なんです。ということなので、買い主さんを自分が連れてくるっていうことが最低条件になるんです。そのためには、他の不動産会社、もしくは同じ不動産会社の中でも、他の担当、自分以外の担当が連れてきちゃっても、6%にならないですから、あくまで自分が連れてくることが6%になりますので、同じ会社の他の同僚でもダメなんです、連れてくるのは。ここ、実は言ってないんですけど、誰も他の会社。あくまで自分だけは連れてくると。そういうことで、他の同僚にも他の会社にも、できればこの取引には入ってくるな、来ちゃダメですよっていうことを言うのが、やるのが囲い込みになります。で、具体的にどんな囲い込みの仕方があるかっていうところをお話しするんですけども、大体ですね、最近もうこのご売却のご相談、お客さんと話すと、いやもう囲い込みなんてしませんよってほとんどの不動産会社営業マン言うんですけど、現実的にはまだまだあります。まだたくさんあります。で、例えば、こういったのがあります。まず一つ目なんですけども、他社さんから内見、例えばご売却をしてて、で、違う不動産会社さんから内見したいですとオファーが来る場合があります。その内見オファーを断るんですね。売主さんにとってはすごい大事な、もしかしたら買い手さんになるかもしれないんですけども、それを断っちゃうんです。こんな理由です。大体もう、いやもう契約予定になっちゃいまして、もうだからもうちょっと内見キャンセル受け付けられないんですよとか、もう買い手がもういるんで、ちょっとすいません、ダメですねとかですね、ひどいものはですね、1回前あったんですけど、いやもう売主さんが出張で、いやもう全然いないんで、しばらく無理ですねって、いるんですよ。いるんですけれども、そんな嘘ついちゃう。ありえないんですけど、まだまだあるんです。昔よりだいぶ少なくはなりましたけどもね。でも、まだあるっていうのは、これが、まず、囲い込み例の一つです。ご内見を断るということ。ご内見断れば、もう、新たに新しい他社さんが入って、こう、6%じゃなく、他社が入ること、片手っていうんですけども、他社さんが入ってきちゃった場合は、買い主さんはその他社さんに仲介手数料払うので、売り主さんからの3%だけになっちゃうんです。なので、そうやって内見を断るっていうのがまず一つ目。二つ目なんですけど、内見までいかないです。さすがにそこで断るっていうのは、やっぱり今いろんなトラブルもあったりしますから、内見まで断らないですけど、じゃあそもそも物件を、お部屋を紹介するのをやめようと。これが二つ目です。例えば、資料を送ってください。この買い手さん、ちょっと探してる人がいるんで、資料を送ってくださいって不動産会社に言われても、いやーちょっとそれは送れませんねって、理由はさっきと一緒です。その買い手さんもいますんで、もう決まりそうなんで、ちょっとそれ無理ですねって言って、断る。情報の提供を断るということ。これも良くないですね。これも二つ目です。三つ目です。これはですね、もうあんまりやっぱないですけれども、大手さんなんかは特にないですが、そっかと。そのレインズっていうのは不動産会社だけが見れる。一部、売主さんも見えますけども、ご売却した時にはこのレインズっていうポータルサイトに上げなければいけないんですね。で、そうかと。
そもそもこのポータルサイトに上げなきゃいいんだと。上げなければ他社さんから横やりが入ることないなっていうことで、レインズに登録しない。専属専任媒介っていう媒介形態があるんですが、お任せする媒介ですね。一社だけに任せるもの。これに任せた場合は、必ずレインズに登録しなきゃいけないんですけど、それを登録しないと。まあ、さすがに今、なかなか都心とか、大手さんとか、まあ、都心の不動産会社はあんまそういう形じゃないかもしれないですけど、地方の不動産会社とかまだまだそういうのあります。その場合は、レイズ上げなければ紹介すらしてこないので、それが一番いいと、囲い込みできるとっていうやり方もあります。で、逆にですね、じゃあ、あえて一般媒介、専任媒介じゃなくて一般媒介っていうやり方もあるんですが、一般媒介で受けて、一般媒介っていうのは、そのレインズに登録する義務がないんですね。なので、あえて一般媒介でご売却をお預けいただいて、レインズに登録しないと。そういう、まあ、これは囲い込みっていうやり方じゃないですけども、そのあくまで6%をもらうための施策、まあ、一種の囲い込みですよね。っていうやり方もありますと。っていう1、2、3あるんですね。でも、これについては、実はですね、ここ数年で、さっきのレインズというの、これ一部売り主さんも見ることができるとお話ししたと思うんですけども、今、ご自身がご売却してるお部屋が、契約前なのかとか、申し込みがあるのかとか、そういったステータスがわかるんです。申し込みがあるなしがわかるんですね。で、このステータスが例えば、申し込み全然ないのに、全然そんな話ないのに、申し込みがあるってなってたら、これは明らかに、もう囲い込み確定ですので、そのステータスだけは売り主さんが見えることになったんです。そう。ですから、もう勝手に申し込みありにはできないよっていうのはなったんですけど、さっきの話、例えば電話でお問い合わせ来た時に、いやもう、買い手さんいますからって嘘をつかれても、それわかんないですよね、売り主さん。ということで、まだまだ抜け目はあると。抜け道はあるということで、こういった囲い込みのやり方あります。で、何より、もっとですね、そこまでいかなくても、実はこれが一番悪質というか、どうかなと思ってるのが、囲い込みまではいかないんですが、囲い込みに十分つながるやり方というところで、広告をさせない、まあ、さっきの情報提供をさせないっていうのと一緒なんですけども、例えばこのお部屋を、いろんな不動産会社さんが、いや、いいお部屋なんで、うち買い手さんちょっと探しますんで、例えば当社のホームページに載せさせてもらっていいですかっていう、これ広告転載、広告掲載っていうんですけどね、お部屋を他社に広告掲載させること。これを OK か OK じゃないかっていう、実はね、レインズの中に枠があるんです。それが、ほとんどの不動産会社でダメなんです。いや、他社さんのホームページに載っけることダメですよと。広告転載区分って言うんですけども、広告掲載するのダメです。で、ほとんどの不動産会社が罰にしてます。そう。で、いろんな言い分としては、いや、勝手にいろんな不動産会社に載っけると良くないですよとか言うんですけど、これを見たら他の不動産会社っていうのは、あ、結局、そうやって、これも囲い込みの一種でしょって思っちゃうんですよね。だから広がらないということで、買い手さんって今どこから来るかわかんないですから、いろんなサイトに載っけること大丈夫、必要なんですけども、それを拒否してる。こういった、まあ、明確な囲い込みじゃないですけども、囲い込みにつながる、両手で目指すやり方の一つとしての、広告転載区分、広告掲載させないっていうのがあります。で、一番の問題は、ここの、広告転載区分は売り主さん見れないんです、まだ。見れるようになってないんです。ということで、この会社として売却セラーズエージェントとして、いろんな不動産会社によく、いや、もう紹介来たら、しっかり対応してますよとか、広告もお願いしてますよって言うんですけど、よくよく見たら全然、ラクダ不動産はこれ管理してます。料亭やりませんので、管理してるんですけど、他の不動産会社はほとんど不可です。9割9分不可じゃないでしょうかね。という形で、そうやってお部屋の情報の露出を制限して、なるべく両方から手数料をもらおうと。こういうやり方が、やはり多くなっているという現状です。はい。今日はですね、その囲い込み、あとそれにつながる、まあ、広告掲載の負荷っていうところをお話ししましたけども、まあ、冒頭の、まあ、そう、確かにずっと前よりかは、囲い込みっていうのは少なくはなってきてますけども、まだまだその可能性あります。で、ここ実は1ヶ月ぐらいでですね、当社も他の不動産会社さんでご売却してて、どうでしょう、
もう3ヶ月半年売れなかった不動産会社さんなんですね。まあ、ある大手の不動産会社なんですけども。で、そこから当社の方に切り替えてもらって、ですね、1件目、2件目の内見で、それぞれ決まったんです。2件、3件とも。いろいろな地域に不動産あって、そのマンションだったんですけども、ご売却をしたんですが、1つは1件目、1つは2件目、もう1つも2件目で、他社さんで3ヶ月、6ヶ月売れてなかったものが売れたんです。で、その買い手さんにいろいろ聞いたら、いや、このお部屋、あれずっと売ってましたかって、初めてですよね、出すのって。3件のうちの2件そういう回答だったんですよ。ということで、非常にですね、これどういうことかって言いますと、結局今まで売ってた情報っていうのが広まってなかったってことなんです。そう、大手さんとか地元さんに預けてるから、いや、広まってるでしょって思ってるんですけど、そうじゃないんです。両手取引をやろうとすればするほど情報は広めないので、結局その囲い込みみたいなもんですよね。で、広告転載も罰にしてます、さっきの話。他社さんが広告しないようにやってますから、広がるはずがないんです。そういった形で、今まで全然決まらなかったけど、それを解放してあげたら、すぐ買い手さんがついたっていう、本当にそういう世界、これ、確かに全部そういうふうになるとは限らないですけども、そういった広がる可能性はすごくあります。ということで、囲い込み、両手取引自体は禁止はされてないですけども、そのどうしても6%目指すがあまりに囲い込みって、こういった非常に良くないことが起きてしまう。まして広告が広がらないっていう話がありますので、やはりご売却の方としては、片手取引。片手取引であれば囲い込みすることできないですからね。片手取引で囲い込みしないっていうのが一番いい方法かなと、そういうふうに思ってます。今日はですね、その囲い込み、両手を目指す、それがための囲い込みってこんなやり方してますよっていうちょっと一例をお話ししました。また、今ご売却しているお客様ももしかして今日の話をお聞きになって、あれ、これもしかしたらそうかもってちょっと気づくことありましたら、ご相談でもしていただけたらなっていうふうに思ってます。はい、以上でございます。いかがでしたでしょうか。また、細かいところ別の動画でもリンクさせて、例えば両手片手のお話もさせていただきますので、そちらもご覧いただけましたら幸いです。チャンネル登録もすみません、お願いいたします。はい、じゃあ今日もまたありがとうございました。